毎度ネギ前で、はい、それでは今回はセリアでかなりお買い物してきました。今回は化粧品とかそういう美容グッズっていうよりかは一人暮らしとかの日用品なんかそういう感じのものを買ってきたので、それを全部紹介していきたいと思います。今日ちょっと天気悪くて目の調子も良くないので眼鏡かけて紹介していきます。今回本当にね、今すぐ片付けたいって思えるようなものばっかりです。まずはこちら、長いな。キッチン壁用シートです。フライパンとかに油敷いて、その油がバチバチ飛んでも大丈夫なように壁に貼るタイプです。壁のサイズに合わせてカットして、で上から霧吹きをかけて、スポンジとかでこう水で十分濡らしてから空気を抜いて貼り付けるっていう感じらしいです。使えるのかちょっとわからないんですけど、本当に油が飛んでちょっと困ってたので、これ100均なんですけど購入してきました。続いてがこちらの石鹸置きです。中にこの吸盤も入ってるのでお風呂場につけれます。牛乳石鹸を東京の家に置いてなかったので置くのと、あとはこんにゃくパフもすごい気に入って、で緑のあの雫タイプの形も購入したので、それを乾かすようにこちらに置いていきたいと思います。ちょっと大きさ的にもいいのあったなと思ってこれを購入してきました。お次が靴下2点、これです。ピンク色と黄色っていうかな、なんかちょっと暗めの黄色、くるぶしまである靴下です。サラッとドライ吸水速乾ってやつで、ここに書いてる通り肌触りも普通にサラサラしてていい感じです。なんかもう最近100均に行ったら靴下絶対買ってしまうなと思います。次がこちら、めっちゃ可愛くないですか、カエルのゴミ箱。顔の大きさと比べるとこういう感じで、少しあのゴミ箱の割には小さいです。ゴミ箱あるんですけど、あのメイクの時にティッシュとか綿棒とか捨てる用のちっちゃいゴミ箱欲しいなと思ってたんで、こちらを購入してきました。これすごい可愛いカエル。はい、続いてがこちらです。テーブル用の足のカバー、テーブルの4箇所に入れて、でそしたらあの床とかに傷つかないっていうやつです。こっちの東京の一人暮らししてる方の家にはこれを使う椅子は特にないので、机1個だけあって、それにちょっとつけたいなと思って購入してきました。はい、続いてがじゃん、こちら流し台シートです。洗った後に食器置くところ置くやつも買ってて、でその下になんか直に置いてると水が溜まってしまったりとか、あと傷ついてしまったりするのが嫌なので、これを下に引いたらいいかなと思って購入してきました。前にもこれ違うカラー多分買って、でコップとかの下にも引いてます。はい、お次が取っ手付きポリ袋です。20枚入りですね。でこういう感じの白のカラーのビニール袋です。家で使う用のゴミ袋がこんなでかいの一人暮らしでいらないので、こういうちっちゃいの欲しいなと思ってたのと、あとスーパー行った時にいつもエコバッグを持ち歩くようにしてるんですけど、持っていくの忘れた時とか、あとは出かけてる時にゴミが出てしまったけど捨てるところがないっていう時に、こういうの1個か2個持ち歩いてたらいいかなと思って、なんか女子力高そうだなと思って、女子力言うてるやつが一番女子力なんですよ私が。はい、買い物行った時にやっぱりエコバッグあったらすごい便利なので、これも一応エコバッグ、あのお店側に袋もらわないので自分で購入してきました。続いてがこちら、レンジフードフックです。換気扇のところとかにこうやってかけれるようになってて、ここにフライ返しとかお玉とかをかけると料理しながらすぐに取れるってやつです。こういうところにかけててホコリがついても使う前に洗うので大丈夫です。これがあると引き出しの中がもうちょっと整理されるかなと思って購入してきました。はい、続いてがこちら、アイスキャンディーを作る入れ物です。こんな感じの4つ作れますね。近くのコンビニとかスーパーとかでアイスを買ってきて冷凍庫に入れるまでがもう今の時期だと完全に溶けるんですよ。電車も車もないんで急いで帰ることができなくて、だからもうカルビスの原液とか家に買ってあるので、これに入れてもう自分でアイス作ろうかなっていう発想になりました。これうまくできるかはわからないんですけど、ちょっとね作るのが楽しみです。ずっと買いたいと思ってたんですけど、なかなかほんまに作れるのかなっていう感じで買わなくて、やっと勇気を踏み出して購入してきました。次同じやつ2つなんですけど、食器用の収納ボックスです。これ深さがこれぐらいあります。冷蔵庫の、あの冷凍庫の方に入れてる冷凍
してるお肉とか鶏肉とかミンチとかを整頓してちょっと綺麗にスッキリさせたいなと思って購入してきました。一応2つです。これでちょっと使い勝手が良かったらまたさらに追加で購入しようかなって思ってます。はい、次で最後です。こちらポンプタイプの容器です。これにはボディーソープを入れ替えようかなと思ってます。ボディーソープ今買ってきたその入れ物のまんまセブンイレブンの文字の書いたやつなんて言うんだろうのそのボディーソープを前に緊急でちょっと買ってきて、でそれをずっと使ってたんですけど、匂いはすごい良くて好きだったんですけど、ポンプのやつがすごい使いにくかったのでこれに入れ替えようかなと思って、でこれだったらどこまで減ったかも分かるし、こっちの方がちょっと押しやすいかなと思ったので購入してきました。でこれもまあお試しな感じで、これが良かったら次また違うカラーか同じ色で統一してシャンプーとコンディショナーも詰め替えてちょっと可愛くお風呂をアレンジしたいなと思って購入してきました。ちょっとね固めなんですけど、どうなんやろこれ、可愛くないですかこのボトルで。ガラスじゃなくてプラスチックなので割れる心配はありません。はい、いかがだったでしょうか。セリアでの購入品、セリアでの購入品1ヶ月ぶりぐらいかな。それでもしょっちゅう行ってるか。なんかまたいつもはダイソーとかよく行ってて、ダイソーとは違った可愛い商品とかも置いてあったりするので、もう今だともう両方半々ぐらいの割合で行くことが多いなって感じます。はい、それではもし皆さん気になるものがあったり、お揃いで持ちたいなと思ってもらえるものとかあればぜひセリアに探しに行ってみてください。それでは今回もご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイドー。